闇落ちしたキャリバーンが作りたい。やあ、せつなけいすけだよ。今回はこの HG ガンダムキャリバーンの方を、ちょっと待って、なんで一回箱閉めた。今回やっていくのはこの HG ガンダムキャリバーンを全塗装して全体的にダークな闇落ちした雰囲気に仕上げていこうかと思います。俺、エアブラシを手に入れてそんなに経ってなくてね、塗装も結構未熟なんですけどね、それでもいい感じに仕上がるように頑張って作っております。あと動画の方に関しても見てもらったら気づいたと思いますけども、カメラがうまいことを映ってないと言いますか、画質にノイズとかが入ったりして、ね、手元を映す撮影の方もあんまり慣れてなくて見づらい動画になってるかもしれませんが、最後までご視聴いただければなと思います。俺はランナーからパーツを剥がすときはニッパーを2種類使っております。刃が片方にしか付いてない片刃ニッパーと、両方に付いてる両刃ニッパーですね。まずパーツのちょっと外側あたりのランナーの部分を両刃ニッパーで切り落として、パーツを持ちやすいところまで切ったら、ランナーのできるだけパーツのギリギリのところを片刃ニッパーで切るっていうやり方でやってます。塗装のプランなんですが、まず一番重要な白のパーツ、こちらは艶消しのブラックで塗り直そうと思います。黄色い部品に関しては、赤い部分、キャリバーで赤い部分もあるんですけども、赤のパーツに色を統一、赤と灰色の部分に関しては同じ色で、白化やペーパー目を目立たなくする目的で塗り直そうかなと思っております。これがランナーから切り外してやすりがけまで終わったパーツたちですね。100均のこういう容器を買いまして、アルファベットごとにパーツを分けております。そうそう、ブレードアンテナのパーツの先のちょっと出っ張っているこの部分、フラッグって呼ばれるらしいんですけど、こちらの方も片刃ニッパーで切ってヤスリをかけることで取ってあります。塗装する前にパーツを洗浄します。ヤスリがきをした粉とかが溜まってますからね。これは高周波洗浄機、この中に水とパーツ、そして洗剤も入れて、電源を入れると中のパーツを洗浄してくれます。ちなみに使っている洗剤は中性洗剤、パーツに優しい。機械が止まったらパーツをすくい出して乾燥させます。パーツが乾いたら早速塗装開始です。まずはあまり重要じゃない灰色のパーツから。灰色と赤のパーツに関しては元の色と同じ色で塗り直しております。取説にあった通りに色を混ぜ合わせて元の色を作っておりまして、使っている塗料は水性ホビーカラー。他のタイプの塗料を使ったことないんで何とも言えないんですけども、ネットの評判を見ると初心者向けだっていうことを聞いたのでこれにしました。次は黄色いパーツを赤く塗ります。黄色って闇落ちっていう感じの色じゃないと思います。なので赤に塗装。色の調合はキャリバーンの赤パーツと同じ色の配合をやっております。もちろん取説をちゃんと見てできるだけ分量をうまいこと帳尻で合わせて作っております。赤って黒との相性すっごい抜群ですよね。だから今回採用、闇落ちからだったら紫もか、でも今回は赤。これが調色の成果ですね。左が本来黄色かったのを赤に塗ったパーツ、右がまだ塗ってない赤いパーツ、元の赤さにだいぶ近い色にできたでしょ。白いうちのキャリバーンだったら赤と黄色両方とも使ってもよかったけど、
暗いダークな色だったら赤か黄色どっちかに統一した方が悪いと思ったんですよね。だから黄色いパーツは一切なしな状態にしてみた。さあ今回目玉になる白を黒に塗る塗装なんですけども、まずは下地として黒のサーフェイサーを塗りつけます。サーフェイサーってね、プラモの本来の色を透けさせない効果があるみたいなんですよ。今回の場合、白の上にこの黒いサーフェイサーを塗ることによって、プラモの元々の色である白みっていうのをですね、受け出てこさせなくなるって言いますかね。とにかく黒を塗りつける上で、明るさっていうのを抑えさせる効果があると見て、サーフェイサーの使用を決めました。使ってみた感想としては、サフってやっぱすごいよね。吹き付けた瞬間に白の明るみっていうか一瞬にして消えていってる気がする。白の明るみを消す狙い通りですね。これは各部品2周ずつ塗っていったんですけども、これ重塗り2回で十分だったんだろうか、それはわからん初心者だもの。タフが塗り終わって乾いたら次は本塗装。塗るのは艶消しブラック。特に調色はせずにそのまま塗っております。各部品3周ずつ塗りつけましたが、これも3周で足りたかは怪しいところ。てか塗るに集中しすぎて端の方に部品持っていきすぎや。キャリバーのシールにはセンサー類とか緑色のシールが使われるところがあるんですけども、そのシールは使わずに部分塗装で仕上げていきます。取説によるとメタリックグリーン7とゴールド3の割合でその色が作れるみたいなので、その通りで作っていきたいと思います。薄め液で薄めます。めっちゃプルプルしてて臭。シェルユニットのシールは赤く塗装したいと思います。やってる人は結構多いかと思うんですけども、エアブラシで赤色の塗料を吹きかけていきます。コツは吹きかけすぎないこと。シェルユニットの光っている感じを薄く残す感じで。乾いたら貼り付け。最後に全部の部品を組み合わせていったら、闇落ちキャリバーン完成。
というわけで今回はキャリバーンを全塗装して闇落ちしたキャリバーンを作ってみました。ところどころ至らぬ点がいくつかありましたが、無事に形になってよかったなと思います。もうなんかさ、白い機体を黒く塗ることに美学を感じてしまうよね。いやー、これからも白いプラモを黒く塗り替えてやろうかなって思ってしまったわこれからもいろんなガンプラの制作動画をアップしていきたいと思います。今回はカメラの調子が良くなかったのか、映りが悪いところが多々ありましたが、その辺も改善を入れていきたいと思いますし、動画の構成上でもっとこの部分が見たいとか、この部分はいらないから端折ってもいいよっていう時をところがあれば、コメントで教えてもらえればと思います。今回のガンプラ良かったなと思う場合は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。というわけでご視聴いただきありがとうございました。おつけい。